WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。少女歌劇団ミモザーヌ1期生副団長の高橋真央です。少女歌劇団ミモザーヌ2期生の下野あゆめです。そうですね、今私たちが着てる衣装の曲がジャズメドレーっていう曲の、なんだろう、メドレーの曲で今回は私はソロで歌わせていただくんですけど、あやめはアカペラで歌わせていただきます。そうなんです。で、あやめは特にな、初めてこう結構なソロを歌うし、しかもアカペラ、しかもミヤイとなので、どうですか？もう本当にドキドキで、東京の時に3回やったんですけど、大阪来たらまたシアターじゃないわ、舞台のあれが違うので、全然響き方とかも全然違くって、すごいまた緊張してます。なんか全然実感がなくて、なんやろ、なんかな、ないよな、ないです。なんかまだまだやりそうな感じがすごい自分の中ではしてて、でイエスシアターってミモザーヌにとってもすっごい思い出のある劇場やし、私個人にとってもすごい思い出のある劇場なので、ここで卒団をさせてもらえるのはすごい嬉しいし、なんだろう、なんか寂しいより楽しんで終わりたい、笑顔で終わりたいから、もう言い方悪くなっちゃうけど、あと3回も好き放題楽しんでやりたいなと思ってます。歌が本当に歌えなくって、最初入ってきた時音程違うって言われても何言ってるかわからないし、まずまず裏声って何ですかってボイスのレッスン中に聞いたり音程のインターバル のボイスの最初にやるやつがあるんですけど、あれも自分が高い声出なくなったらもう一回最初から戻って何回も繰り返すっていう意味わからんことをやってたくらい本当に歌が苦手で、でもめっちゃ大好きだったんでずっと歌い続けてたんですけど、そしたらできるようになってきました。最後ハッピーソングっていう曲を全員で歌うんですけど、その曲の一番最後でやっとハモるんですけど、なんか私は個人的にミモザーヌの中では一応なんかハモリ担当みたいなとこがあるから、結構厳しい耳でハモリをいつもチェックしてるんですけど、結構うまくいくし、みんなの声が綺麗に乗ってて、なんか自分で歌いながらも気持ちいいなと思うし、映像とか見てても気持ちいいなと思うので、ぜひその見てくれる方は、ね、そういうとこもね聞いていただけたらいいなと思います。いつも応援してくださってありがとうございます。私は今回の大阪公演で卒団しますが、これからもミモザーヌはすごいショーを作ってくれると思うし、今小さいメンバーとかもどん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 成長していく時期に入ると思うので、ぜひぜひこれからのミモザーヌ応援していただけたらなと思います。今回で真央ちゃんがいなくなっちゃうということで、私はすごい真央ちゃんに助けてもらってたくさん感謝してもしきれないぐらいの感謝があるので、もう絶対に悔いがないように真央ちゃんを笑顔でしっかり届けられるように全力で頑張りたいと思います。今回の公演が私の成長の公演だと思っているので、今後しっかりできるように頑張りたいと思います。お願いします。